はい、春よしぶ、皆さんどうお過ごしでしょうか。最近とある事件、事故があって、誹謗中傷っていうのがやっぱり良くないよねっていう話をしたいなと思ってまして、まあ、これまでに、芸能人の方、著名人の方でいわゆる誹謗中傷っていうところで、心が追いやられて、自殺に至ったっていうケース、昔はそんななかったと思うんですけど、まあ、それはやっぱりね、インターネット、スマホが普及したんで気楽に匿名でいろんなこと書けるから、まあ、便利な世の中で、その反面にね、ネガティブなこともたくさんあると。人それぞれその、ね、ネットも使い方次第でいかようにも使えるということで、人を喜ばせて励まし合って嬉しくなって楽しみ合う使い方もできるし、傷つけられてっていうね、そういうような使い方もあって、まあ人それぞれだなっていうふうには思うんですけど、でも残念ながら匿名で人をね、誹謗中傷するようなことやってる人って心がもうすさんでるとしか思えないというかね、そういうことになってると思うんですよね。トランスエイジジャッキーに関しましては、僕自身に直接的なコメントっていうのはあんまなかったですけど、アベマさんのその番組内のコメントとかすごく見させてもらってる時に、もっと死ねとか、なんだこいつとか、ネガティブなコメント来るんかなって思ったら、案外そうでもなくって、ジャッキーさんはこうこうこうでこれがダメなのかもしれないとか、自分も同じく年齢に関してはこうこうこう思ってますとか、なんか別にそんな絶望的なネガティブなコメントっていうのは正直来なかったんですよね、あの僕的にはですよ、友達とかには心配されたりしたんですけど、ジャッキー大丈夫なんとか、でも本当に何も正直なかった。それで言うと、なんかそれじゃなくって、まあ僕もなんか面白いかなと思って、なんかいろんな意味わかんない動画とかも勝手に上げてるんで、それに対してボケ死ねとか、二度と出てくんなとか、消えろカスとか、そういうのはあるんですよ。でもそれ言うのに関しては、まあ言われるべくして言われてるかなっていう風なのはあったんですけど、トランスエイジに関しては正直そんな傷つくようなコメントはなかったです。でなぜそういうふうに人が言うかというと、やっぱり一般的に言う常識というところにを外れたことをしている人に対して、まあ、コロナ中であるとマスク警察とかワクチン警察とか、外に出てはダメだ、コロナが広まるだろうって言って勝手に正義を通そうとするような人たちっているじゃないですか。でその常識って何なんだろうっていうのは、あのアインシュタインさんが常識とは18歳にまでに、学んだ偏見のコレクションであるっていう風なね、ことを言ってたりして、偏見なんですよね全て、まあ、それがトランスエイジや LGBT などその他いろいろ、マスク警察とかいろんなやつ、多分真面目なんだと思うんですよね、そういう人たちは。真面目だからこそこのレールを外したというか、自由にやってる人たちが許せないっていう感情になっていくんかなって思ってます。だからその人たちがね、癒されていく世界にもなっていってほしいし、そのために例えば僕が登場したかもしれないし、まあ、例えばリューチェルさんが登場したのかもしれない。いがみ合いっていうのは、こっちは別にいがみ合うつもりは皆さん多分ないと思うんですけど、言う方はちょっともうおこうなんでしょうね、そんなのダメだとか、ちゃんとしろとか、でもその人たちのちゃんとしろとか、それダメだよとか、そういう風な発想にならない世の中になるために、まだいろんな革命と世の中のこのカオスと悲しみとっていう風なことをやってって、泣いたり笑ったりしながら、地球がしっかりした地球がこう作り上げられるんかもしれないですね。誹謗中傷良くない、誹謗中傷書くなって言っても残念ながらね、難しい話で、そういうね、心が欠乏されてる
人たちに対しては、うん、その人たちが癒されて、あ、今までの誹謗中傷とかしてたことに対して、あ、俺なんて人にダメなことしてたんだ、傷つけちゃったんだ、ごめんなさいってなって改心した時に、この世界っていうのは、まあ、地獄から、天国にシフトチェンジまさにしたことになるのかなっていうふうにね思いました、うん、まだねちょっともうちょい時間はかかるかもしれないですけど、破壊と創造のプロセスもうちょっと、時間がかかるなって思ってます。ということでご冥福をお祈りいたします。まあ、そして、世界が輝く星になるということをお祈りします。ありがとうございました。